おはようございます。1月17日火曜日、新聞コラムの音読を、新聞コラムの読み上げを行います。今日の三鶏鳴の表題は次のように決めました。台湾の頼清徳氏の活躍ぶり。では読みます。日本統治下の台湾南部で東洋最大と言われた釜山東ダムを建築した土木技術、八田浩一さんは現在も台湾農業の恩人として慕われている。台湾映画「カノン」で八田役を演じた俳優の大沢たかおさんが9年前、映画の PR のためにダムを訪れた。そこへ駆けつけたのが台南市長だった頼清徳氏である。2人は敷地内に設置された八田の像の前で同じポーズをとって写真に収まった。実は2人がそっくりだとインターネット上で評判になっていた。大沢さんが幕末の医師役で主演したテレビドラマ「仁」は台湾でも放映されて人気を呼んでいる。頼氏は台湾大学医学部を卒業し、米アメリカハーバード大学で修士号を取得した正真正銘の内科医である。36歳で政界に転じたのは、当時の国民党政権の腐敗ぶりに強い怒りを覚えたからだという。東日本大震災が発生すると、すぐ市民から義援金を募り、1ヶ月後に友好都市である仙台市に届けた。やはり交流のある栃木県日光市が震災の風評被害により、外国人観光客の激減に苦しんでいると聞いてからの行動も素早かった。ラジオで市民に呼びかけ、300人を引き連れて温泉などを回った。去年7月には安倍晋三元首相の葬儀に親しい友人の立場で参列している。蔡英文政権で副総統を務める頼氏が与党民主進歩党の新主席首相に選ばれた。昨年11月の統一地方選で大敗した党の立て直しが喫緊の課題である。親日家でもある頼氏は一方で対中国強硬派として知られる。行政委員長、首相在任中も台湾独立に言及していた。1年後に予定される総統選の与党の最有力候補でもある。中国は軍事的圧力を含めたあらゆる手段で頼氏の勝利を阻もうとするだろう。令和5年1月17日火曜日、三鶏鳴の読み上げを終わります。八田浩一さん、土木技師、有名ですね。大沢たかおさんと頼清徳首相か、じゃあ、党首か。党首が同じような。よく似てるっていうのは面白いですね。頑張ってください、頼清徳さん。以上です。